しとするわ。じゃあね。今朝突然入ってきた衝撃の知らせ。数々のドラマや映画で活躍してきた女優竹内結子さん、今日東京渋谷区の自宅でぐったりした状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。午前2時前、夫で俳優の中林大樹さんが寝室で発見し119番通報。現場の状況などから警視庁は自殺とみて調べている。え、嘘。え、だってお子様とかいらっしゃるのにちょっと胸が痛い。だって私好きな女優さんだったからね。もうなんか仕事も順調そうで、いろいろ映画とか出て、ドラマとか出てらっしゃったのに、なんか全くそういう素振りはなくて、元気な姿しか見てないので本当驚きました。竹内さんはまだ40歳だった。所属事務所が発表したコメントにも同様の色がにじんでいた。本日9月27日、弊社所属の竹内結子が自宅で亡くなりました。日頃よりお世話になっている関係者の皆様、応援してくださっているファンの皆様にこのような辛いお知らせを申し上げることになり、あまりに突然の出来事で所属タレント社員は驚きと悲しみで呆然としております。竹内さんには2008年に離婚した歌舞伎俳優中村獅童さんとの間に設けた長男がいる。去年2月には所属事務所の後輩俳優中林さんと結婚。将来を話し合う中で、3人一緒になればこれから楽しくなるねと息子が背中を押してくれたこともあり、このような運びとなりました。そして今年1月末には男の子を出産したばかりだった。今月1日に行われた自身が長く出演する袋麺の CM イベントでは、こんなエピソードを披露していた。私にとっての6年はいろいろな変化があって感慨深いです。お湯を沸かすのもハラハラして見守っていたうちの子が自分でラーメンを作るようになって、夫と一緒に夜食を囲んでひそひそ男の話をしてみたりとか、そういう景色の移り変わりと一緒にあって、今後も長く一緒にいたいなと思います。警視庁によると竹内さんは昨日も普段通り家族と過ごしていて、変わった様子はなく、これまでに遺書などは見つかっていないという。深い悲しみと戸惑いに包まれた芸能界。今日都内で行われた主演映画ミッドナイトスワンの公開記念の舞台挨拶に登場した草薙剛さん。夫婦役など多くの作品で共演した竹内さんについて語った。今でも本当に現実として受け止められていない状況です。僕なんか年上なんですけど、甘えてしまって作品でも演技でも本当に全て助けていただいて感謝しかありません。たくさん素敵な女優さんがいらっしゃるんですけど、その中でも特に輝いていた女優さんだと僕は思います。まだ整理がつかないので、ゆっくり自分の心の中でさよならという言葉が言える時が来たら、優子ちゃんに話しかけたいなと思います。フジテレビ系ドラマ婿殿で共演した音楽プロデューサーのつんくさん。共演したあの日から振り返ってもう何年だろう。最近でも妻と彼女の映画やドラマなどを見て、彼女の演技やその作品に感動していたところでした。竹内結子さん、どうぞご冥福をお祈りいたしております。竹
内さん行きつけのオイスターバーの店長もショックを隠しきれない。こちらで楽しく飯伺っていただいていた記憶が、一番強いので、やっぱりおきれいにオーラもあるのでそのオーラはすごい出てるんだけど、接すると本当に一般の方みたいなイメージで、なのでこちらが逆にそれにびっくりして。人気女優でありながら気取らない人柄が印象に残っているという。本当にショックを受けているっていうのが本当に一番の、これからもお会いできないので、はい。あまりに突然の別れに各方面から惜しむ声が上がっている。竹内さんは1996年16歳の時にドラマデビュー。99年には NHK 連続テレビ小説アスカのヒロインに抜擢され、国民的女優への階段を上り始めた。そして2002年には月9ドラマ初主演。いただきます。ドラマ「ランチの女王」で老舗洋食店で働く切符が良くて情熱的な店員役を演じた。引き受けた以上はね、最後までやるわよ。弱い人、弱くてどうしても運命が味方してくれなかった人でも、きっと幸せになりたくて、そう、みんなを幸せにしたくて頑張って生きると思う。きっと寂しかったのよ。死んじゃいたくなるほど寂しい気持ちってわかります？一人ぼっちでさ、何やってもうまいこといかない。今すぐ電話したり、明日は友達もいなくて、居場所もないくらい寂しいことってあるじゃない。いつもの食堂からプーンって甘い匂いがしてくるの、オムライスの香り。私はそれで思い出したの、いつだったか食べたオムライスの味、甘くて、あったかくて、幸せな味。だから、生きてこうって思った。だから、店を辞めるって言うようなね、大バカに分かるわけないのよ、バカ。食べたもん、ここのオムライス。月9初主演で熱演を見せた竹内さん。だが、後に出演したトーク番組でデビュー当時をこう振り返っている。洋服とかおしゃれとか自分に対する興味もなければ、何かやりたいことがあるかっていうと何にもなかったんですよ。決して女優になりたいからスカウトを受けたというわけではなくて、何
何かやれることがあればやってみようってやっていくうちに、なんか好きでやってるんだなっていう感じですね。何も打ち込むことがなかったと語った竹内さんが徐々に好きになっていったという女優と、2003年から立て続けに映画のヒット作にも出演、日本アカデミー賞優秀主演女優賞を3年連続で受賞する快挙を果たした。そしてその人柄も愛された。あるインタビューで語ったのは、私はそんなにその憎しみとかそういうものをずっと持っていられない方ですね。あ、ダメなんだ、じゃあってポイって、あ、これは抱えきれないほどのものだなと思ったら、それを持って生きていく方が辛いじゃないですか。さっぱりと引きずらない性格、そして好きな食べ物は、ご飯と味噌汁と、あ、なめこと豆腐の味噌汁と、青魚を焼いたものが食べたいな。あと納豆とか。飾らない庶民的な一面を覗かせた竹内さん。そのキャリアの中でも当たり役となったのは、刑事役に初挑戦したドラマストロベリーナイトの姫川玲子役。さっき勝又主任から電話が来て、柳のアジトが分かったからって。前にどうして赤にしたのかって聞いたわよね。血の色、私が流した血を決して忘れないために赤にしたの。絶対乗り越えてみせる。だからここに来た。行くわ。姫川です。柳井健三が発見されました。つまり真実を隠蔽した。だから今柳井健三に出てこられて9年前のことを口にされたら困る。その上その隠蔽のせいで小林殺しという新たな殺人事件を生んでしまったわけだ。そうだ、やっぱりこの山は単なる暴力団の内部抗争による連続殺人なんかじゃない。柳井健三を追うわ。みんな見事にバラバラになったわね。このストロベリーナイトの原作者本田哲也氏が今日の訃報を受けツイッターにこう綴った。優子さんの霊子をきっかけに、いかに多くの方が私の作品を読むようになってくれたのかが分かります。支えられていたのだなと心から思います。直接お礼を申し上げたいけれど、もうそれが叶わないのが悲しく悔しいです。年を追うごとに役の幅を広げながら人々を魅了していった竹内さん。去年は女性の危機に立ち向かう弁護士を熱演。人聞きの悪い。一番リスクの少ない方法を提案したまでです。周りのイメージに合わせて抑圧されながら生きていく方が波風は立たないでしょうね。でもたとえ敵が増えたとしても、周りのことなんか気にしないで自分らしく生きていくのも悪くないと思うけど、結局どこか常識とかいう固定観念に縛られて自分を殺して生きてる人たちはいっぱいいる。そういう人たちが一歩踏み出せるかもしれない。いえ、このような記憶はございません。この事実が党によってもみ消されないよう、私が容疑者になるように仕向けたんです。時に人の死すらなかったことにする。こんな理不尽な世の中は悲しすぎる。絶対におかしいんです。